主人様、私です。はい、では失礼します。そうですね。でも、その、心配してくださっているのですか？私のことを。ありがとうございます。そうでした。お茶は何がよろしいですか？すぐにお持ちしますので、少々お待ちください。ご主人様、お待たせいたしました。失礼いたします。よかったです。お粗末様でした。それでは失礼いたします。申し訳ございません、涼様。今日は家事を行いそうにありませんので。
ご主人様。どうかなされたんですか？こんなところで。申し訳ございません。まだ和彦様の用事が終わったわけではないのです。今は頼まれてお部屋まで資料を取りに行くだけで。本当に申し訳ございません。では失礼いたします。わかりました。棚の方を崩してしまっただけです。はい、どうもご心配。私はご主人様の身の回りを世話するメイドロボットですから、いつもご主人様のそばにおりますが。え？なぜですか？申し訳ありません。私、嬉しくて力が入りません。
亮様にそう言っていただけて本当に嬉しくて。私も亮様のことをお慕いしております。ご主人様以上にお慕いしております。好きです。ずっと言いたいと思っていました。はっきりと思いを伝えられたらどれほどいいだろうと。でも私はロボットです。どれほど焦がれても無駄なのではないか。亮様への気持ちに気づいた時から悩んでいました。だって亮様と私の間には人とロボットというどうあっても乗り越えられない壁がありますから。だから遠くで見ることしかできませんでした。言えないのならばせめてメイドとしてお役に立てればと思って。亮様からのお仕事をしている時が私が仕事を終えて喜んでくださる時を幸せだと感じるようになりました。でもやっぱり言いたかった。一度でいい。正しく意味を取っていただかなくていい。笑って流していただいていい。それでもいいですから、亮様に言いたかったんです。好きですと、その言葉を、その言葉を。他ならぬ亮様から、私どんな意味でも嬉しいです。とても あの申し訳ございません。服を汚してしまって。でも言葉が出てきません。嬉しすぎて息が詰まって。
してます。お部屋は散らかっていませんね。でしたら別のご命令の方法があったと思いますよ。話し相手になってほしいとか。はい、実は私も亮様のお顔が見たくて。私も亮様がこんなに近くにいる、すごく嬉しいです。でも近づけませんか。亮様、溶けていくみたいで。亮様、一度してもらいたかったですから。心地よすぎて少し怖いです。そのわがままに塗ってしまいそうで申し訳。
リュウ。やっぱりダメです。できないことはありませんけど、私、そう呼びたくないです。ごめんなさい。両様への気持ち、誰にも負けません。お慕いしています。好きです。その気持ちをはっきりと、誰よりも両様を愛しています。両様、思いを叶えることができました。初めて。でも恥ずかしかったです。嬉しい。一つ相談があるのですが、よろしいですか？実は和彦様のことなんですが、
和彦様は悲しい方です。とても不器用な方なのだと思います。悲しい時も辛い時も研究に打ち込んで紛らわせることしかできない、そうでしか表せないのだと思います。奥様を亡くされてからは特にそうだったのではないでしょうか。私とお話しするときなどは特にいつも言葉に出さずに泣いていらっしゃるような気さえします。私に奥様のガリン様の面影を込められたからでしょう。和彦様の思いを感じるたびに私もとても悲しくなるのです。ひょっとしたら身勝手なだけかもしれません。なんとか和彦様の過去の思いに終止符を打ってあげたい。でもそれは私がガリン様の代わりにはならないからです。いえ、そうなりたくもありません。私は森崎里乃です。そして私がお仕えしたいのは、お慕いしているのは、愛しているのは亮様、あなただけなのです。仮にも自分を作った方に対してなんて無礼な思いだろうと自分が嫌になることもあります。ですがこの気持ちに偽りがないのもまた事実です。亮様、直接和彦様に言おうと何度か思ったのですが、その言葉が和彦様をさらに傷つけてしまうのは明らかです。
私には人を肉体的にも精神的にも傷つけることはできません。ですから言えなくて。はい。でも。はい。和彦様、私です。はい、では失礼します。和彦様、実はお願いがあって参りました。和彦様、もう終わりになさいませんか。過去に縛られるのは。和彦様がカリン様を今でも愛していらっしゃるのは痛いほどにわかります。ですが、ですが、私はカリン様ではありません。その代わりにもなれません。私は、リノです。そして、リョウ様をお慕いしております。ありがとうございます。ユーザー登録モードに入ります。森崎和彦様のユーザー登録を抹消します。よろしいですか。抹消が完了しました。いいえ。
どうかお気になさらないでください、和彦様。申し訳ありません。処理は正常に終了しています。ただやはり私をお作りになった方ですから、私自身の判断で敬意を込めてこれからも和彦様と呼ばせていただきます。和彦様に作っていただかなければ私は亮様と巡り合うこともなかったでしょうし、私こそこれからもよろしくお願いいたします。誰よりも愛しています、陽様。